はい、この度アルビレックス新潟レディースに入団いたしました川澄奈穂美です。本日はお忙しい中、また大変暑い中お集まりいただき感謝しております。多分前回の監督とか新入団選手の会見の時はこの5倍ぐらい来てたと思うんですけど、ちょっと減りました。そうですよね。なのでもっともっと試合会場に来ていただいたりしてもらえるようにこれから頑張りたいと思います。入団のアナウンスをした時にはもうとにかく、SNS 上がほぼだったんですけど、もう反響の大きさに自分自身もすごく驚きまして、その中のコメント等々拝見しましたが、もう本当に新潟の皆さんがウェルカムなこう表現をしてくださって、自分自身もすごく嬉しく思いましたし、またそういった皆さんのお気持ちをこう無駄にしないようにサッカー選手としてしっかりここ新潟で結果を出したいなというふうにもうすでにこう気持ちがこう高ぶっています。面白いですかね。結構真面目なことを話しますけど、基本的にはひょうきんな人間だと思っているので、そういった一面をスタジアムに見に来ていただけたら嬉しいなというふうに思います。よろしくお願いします。まず川澄選手に伺いたいんですが、新潟の印象というのを教えていただいてもいいでしょうか。はい、先ほども申し上げましたが、皆さんすごく温かい方が多いんだなっていうのは入団の発表した時に思いましたし、あとは以前からもうとにかくご飯が美味しいというのが私自身食べるのがとても好きなので、新潟に来て美味しいお米を毎日食べれるのかと思うと今から楽しみで仕方ありません。ありがとうございます。それと新潟に所属することになった決め手というのを教えてください。はい、そうですね、いろいろ決め手あるんですけど、一番はやっぱり前田GMがすごい頑張ってくれたなって。違います、はい、っていうのと、そうですね、もちろん WE リーグにはとてもいろいろと注目をしていて、その中でも、アルビレックスはとてもこう勢いのあるチームだなっていうのも感じてましたし、もちろんね、順位的なところで言うと昨シーズンはなかなか振るわなかったかもしれないんですけど、こう何かエッセンスが加われば上位に食い込めるんじゃないかなっていうのはすごく感じてましたし、そのエッセンスっていうのが、多分今自分っていうのを皆さん期待してると思うんですけど監督が変わったっていうのもとてもいいこうなんでしょうね、また気持ちを新たにできる一面だと思いますし、もちろん自分自身がそのエッセンスになれるようにしたいなっていうふうにも考えてます。ツイッターで上尾部選手が地球3個分ほど来てほしいっておっしゃってたと思うんですけど、はい、上尾部選手の言葉っていうのを、所属することになった後押しにはなりました。はい、彼女の存在っていうのは自分自身にとってはすごく大きかったですし、それこそ決める上で一番の決め手はそこだったかなっていうふうには思います。でも神尾部が地球3個分も来てほしいって思うなんてよっぽどのことだなと思ったので決断しました。神尾部選手から加入前にラブコールがあったというところで、具体的にはどんな会話をしたのか、もしくは加入が決まってから何か会話をされたら教えてください。はい、神尾部選手とはそうですね、日頃からはそんな頻繁には連絡取り合わないんですけど、何かあればいろんなことを話す中ですし、そういった中で日本に戻るかもっていう話をしたりとか、チーム決めどうしようかなっていうことも話をして、ただ彼女からは絶対うち来てよみたいなことは言わないんですよ。そういうタイプではないので。でもなんでしょうね、いろいろ新潟来たらこういうことあるよっていうなんかちょっと遠回しな感じのとか、上野部選手犬飼ってるんですけど、麦餅の世話してよとか、そういう遠回しのプロポーズをもらいました。加入が決まってからは何か会話されますか。そうですね、でも何でしょう、本当に来るのぐらいな感じだったと思うんですけど、
まあでも実際にね、あの来るってなって本人はあのこう両手広げて喜んだりはしないですけど、多分今世界で一番喜んでると思います。その、まあ、世界一を経験されたお二人が一緒のチームになって、2人で、まあ、どんなプレーを見せていきたいか教えてください。はい、あの同じチームになるのは4チーム目なんですけど、あの小学校のリンカンシーレモンズから大和シルフィードを経て、まあ、日本代表でも一緒に戦って、またこうしてね新潟で同じチームになれるっていうのはもう本当に腐れ縁だなっていうふうに思ってるので、あのそのなんていうんでしょうね、切っても切れないそのしぶとい縁をあの試合中にもしっかりとこうパスをつないでゴールにつなげていけたらなっていうふうに思います。ありがとうございます。はい、まあ、私自身もあの日本でプレーするのがすごく久しぶりですし、やはりこう対戦相手が日本人ではないですし、もちろんチームメイトも日本人ではなかったので、あのそういったところからまた日本人のこうプレースタイルにこう合わせていくっていうのはこれから自分がやっていかなければいけないところだなっていうふうに思いますし、日本人には日本人の良さがあるので、そこの部分をどんどん吸収していきたいなっていうのと、ただこうやはり海外で身につけてきたスピードやパワーに対抗するところっていうのはあのもちろん日本のリーグでもこう大切な部分ではあると思うので、そこはチームメイトにこう何か伝えられることがあればかあのプレーで示していきたいなっていうふうには思っています。もう一点なんですが、ウィリーグ全体のことなんですけれども、あのウィリーグ全体やっぱりこう入場者数の問題であったりといろいろ課題があると思うんですが、あの川澄選手から見てウィリーグってどのように捉えていらっしゃいますか。はい、まあ、もちろん、ね、アメリカにいる時も WE リーグにはすごく注目していましたし、あの観客動員数もあの平均5000人という目標を掲げて今やっていると思うんですけど、あのそこにはまだまだこう到達はしていないですけど、プレーの質を見ていてもあのやはりみんなすごくうまいなっていううなるようなプレーもしているので、なんかこう本当にもっともっと現地に足を運んでほしいなっていうふうに思いますし、もちろんそれはね選手がそういったクオリティの高いプレーをするっていうのが一番大切で、あとはやはりあのスタッフの方であったりこう周りのメディアの方にこう支えていただきながら、こう WE リーグがこんなにいいリーグなんだよっていうのをこう周知してもらって、少しずつでもいいので、皆さんに足を運んで注目していただきたいなっていうふうに思っています。ありがとうございます。先ほど前田チームがプレーの幅が広がったという話がありましたけど、ご自身としては、まあ、どんなプレーを見せていきたいか教えてください。はい、まあ、本当にアメリカに行ってから使われることよりも使うことの方が多くなったなって思いますし、まあ、それはやはりこう個での強さっていう部分が、まあ、日本にいた時は一応スピードがある選手だねって言われてたんですけど、もうアメリカにいると本当に下から一番目だったのでまあそういった意味でね、自分自身の引き出しをこう増やしていかないともちろん残れなかったっていうのもあるので、まあそういった意味ではこうまあ使われる側になるのか使う側になるのかっていうのは当然これからだとは思うんですけど、状況に合わせて、まあどちらのプレーも自分としては好きなので、あのタイミングや相手の状況を見て使い分けができたらいいなっていうふうには思っています。今シーズンですけど、チームで達成したい目標と、まあ、こちらに達成したい目標があるのを教えてください。はい、おそらく新人選手はみんなこう色紙に書いてるんですよね。後でこう書くんですよね。はい、それもうまさしくそれになると思うんですけど、やはりあの新潟にタイトルをっていうのは自分自身の目標としてやりたいなっていうふうに思ってます。練習とかって言っても参加とかってのされたんでしょうか。いえ、練習は明日から合流します。あ、なんかちょっと空気読みたいとかっていうのはしてないです。あ、まだ。でもあのアルビレックス新潟レディースはいつも練習の、まあ、前ではあるんですけど、前とか後に結構面白い動画とかを撮ってあのツイッターとかに上げているので、すごく雰囲気のいいチームだなっていうのはあのしっかり把握してます。プレーの部分ではどういったチームだと思います。練習試合の映像なんかも見たので、まあ、昨年とはシステムも変わっていますし、当然ね、やってる選手の配置なんかも変わっているので、
まあ、練習試合なので WE リーグのチームとやってるわけではないんですけど、あのやろうとしてることはすごくあの面白そうだなっていうのは感じましたし、何がどうっていうのはちょっと他のチームにバレるとまずいので、あの明確には言えないんですけどすごくいい印象を持ってます。はい、あとちなみに背番号とかって19番になったりしますか？はい、あの背番号は19番です。あ、もしあ19番です。あ、19番です。はい、その19番数字はどういった受け止めされてますか？9番が大好きで、9番が良かったんですけど、あの9番が入れなかったので、あでもそれはね、もともとねこの選手がいたのでで他に空いてる番号をこう見たときに、やっぱサインを書くときに9になりすぎてて絶対9って書いちゃうんですよ。だから9って勢いを書いちゃったときに修正一番しやすいのが19だなと思ってっていう理由は、まあちょっと後付けみたいな感じなんですけど、まああとは、まあ、その辺を神尾延とも相談したんですけど、じゃあうちの10番とナホミの9番で19でいいじゃんっていう気持ち悪いこと言ってきたんでじゃあそれにしようかなと思って、はい、ね、今のが主な理由です。はい、ありがとうございます。はい、40歳です。MVP を獲得されたんですけれども、その時にあの年齢は数字だと、まあ、ただは数字過ぎないというようなことをおっしゃっていて、私もすごい勇気をいただいたんですが、今回、田中選手は37歳で B リーグに新しく加入されるということについて、ご自身はどんなふうにお考えでしょうか？あ、なんか一応公式のとかには37っていつも書いてあるんですけど、あの24歳なので、あのまだまだ若手 の、 あの選手としてしっかりフレッシュに頑張っていきたいなと思いますし、まあ、やはりね、あの40歳の安藤選手が MVP を取ったっていうのは自分自身ももうそのアワードを見ててもう感激しましたし、やっぱり年齢は数字だって言ってますけど、全然数字、まあ、数字なんですけど数字じゃないです。40歳で MVP 取るなんてもう本当に快挙だと思いますし、すごすぎますし、まずそこで現役をやってるってこと自体がすごいことなのに、まあ、それで MVP を取るっていうことのすごさっていうのが、まあ、一応ね、あのプロの端くれとして現役をやってる人間としてどれぐらいすごいことなのかっていうのはあの感じているので、でもやっぱりそういった選手に刺激をもらいながら、あの若い選手としてそういった選手に追いつくんだっていう気持ちで頑張っていきたいなっていうふうに思います。はい、もう一つご自身の理想のポジションというのが、ディフェンスの中で、はい、どこでプレーをしたいというのを、はい、あの、まあ、基本的には攻撃が好きなので、あの攻撃的なポジション、まあ、サイドが好きでクロス上げるのも好きですし、なので両ワイドか、まあ、でもトップ下とかも面白そうだなとも思いますし、それはまあね、監督が決めることですけど、とにかく攻撃がしたいです。ディフェンスはやりたくないです。そういうのは結構頑張って走るんですよ、守備もね、はい、頑張るのとできるのは違うんです。できます。はい、頑張ります。できるです。やります。できます。します。さっきあの一つって言いましたけど、もう一つ、はい、あのお隣にいらっしゃる前田さんとは、はい、世界一も一緒に経験されてます、はい、今回の神尾延選手が、はい、もう一番の決め手だったと話されましたが、はい、前田さんとは何かお話されて、はい、何か決め手になるような話があったのではないかと思います、はい、このあたりいかがでしょうか？まあ、それこそあの前田 GM とあのいろいろお話をさせていただいて、あのオファーをいただいたので、まあ、そういった中で前田 GM だったからこそ、あの正直にこう、ね、お話をしてやり取りもできましたし、あのすごくお話はしやすかったので、まあ、多分10年前だったらあの前田 GM がいるところには行きたいって思わなかったと思うんですけど、あの大変丸くなってお話もしやすくなったので、あの今回こういった形になったのかなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。世界一経験した時は
は、はい、鬼コーチだった。そうなんですよ、もう本当に鬼のようで全然歯見せてくれないし、いいプレーしてもナイスとかあんまり言ってくれないし、だからこそ本当にたまに言ってくれるあれ良かったよっていうのがなんかすっごく嬉しくて、なんかそういうやり方してたのにまんまとなんかちょっとね踊らされてて、今思うとすごい悔しいんですけど、まあでも、まあああいうねやり方も指導者としては必要ですね。はい、はい、これからはその笑顔が見れるということですか。そうですね、まあ、あの指導者の時と、まあ、やっぱりねあの GM っていう立場だとまたちょっと違うと思うので、今はちょっと GM で丸く落ち着いているので、まあ、でも多分たまに厳しい一面も見せてくるんじゃないかなと思うので、そういったところはあんまり見せられないようにしっかりプレーしたいなっていうふうに思います。ちょっと皆さん真面目に聞いてますけど、そういうところじゃないですからね。たまにちょっと笑ってほしいです ね、皆さんね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではテレビ新潟の大島です。お願いします。あの上尾野選手と高校杯でも何度も戦って、はい、それこそ真川選手が勝って上尾野選手が敗れる姿を見てきたと思うんですけれども、今回このブログで、はい、勝たせるために来たときもおっしゃってましたけど、はい、そこへの思いを改めて聞かせていただいてもよろしいですか。はい、まあ、やはり、ね、小さい頃から一緒にプレーしてきましたし、あのトップリーグで何度も対戦もしているので、やはり、ね、国内のトップのこう決勝戦で当たってこう勝者になるか敗者になるかというところ、自分自身ももちろん敗者になったことがあるので、その悔しさというのは知っていますし、まあ、それで、まあ、私は当時アイナックにいたんですけど、その時にこうアルビレックスの皇后杯で決勝戦で多分4度対戦してますよねと思うので、まあ、そこでね彼女の悔しさっていうのももちろん知っているので、まあ、今回こうして同じチームになれたので、次はこうぜひ彼女にタイトルを取ってほしいなっていう思いもあります。はい、川瀬選手の今シーズンの数字的な目標ってございますか。はい、そうですね、あまりここ数年数字でこう何ゴールとか何アシストっていうのはしないんですけど、まあ、当然チームに合流してからちょっと具体的な形は出てくるのかなと思うので、ちょっと今考えてなかったんですいません。また、そうですね、開幕前ぐらいにまた取材に来ていただいて、そしたらその時に話します。はい、お願いします。ありがとうございます。その他にご質問のある方そういう沢田と申します。よろしくお願いします。今ワールドカップでなでしこジャパンが大活躍してますけど、新潟のこのチームからなでしこの選手が出るためにはどういったことが必要だと思われますか。はい、そうですね、まあ、今ね平尾選手が実際にワールドカップに行っていますけど、やはりこうもっともっと、ね、多くの選手が出てくれたら当然クラブにとっても新潟という街にとってもいいことだと思うんですけど、まあ、そのためには本当に日々の練習からこう世界を意識して戦うっていうことじゃないかなっていうふうには感じます。でやはりね、当然その世界大会っていうところでいうと、まあ、上尾野選手もそうですし、まあ、川村選手も2015年ワールドカップ出ていますし、でもう今平尾選手がそうして活躍しているので、そういった実際に経験した選手っていうのがプレーで示して、それをしっかりとチームの選手たちに感じてもらうっていうことが大切だなっていうふうに感じます。でも本当にリーグ戦も 1位突破しましたし、はい、もう包み隠さず言うと、まあ、自分自身はベスト8くらいかなっていうふうに思ってたんですよ。でもなんかこう予選3試合の戦い方とオプションの多さを見ると、これはちょっとベスト4も夢じゃないんじゃないかなっていうふうに感じ始めています。それ以上はちょっと、そうですね、まずはやはりベスト16で勝たないことには次のことは話せないので、それこそ、ね、自分たちの時も本当に1試合1試合を戦っての優勝だったので、あんまり今の時点で優勝を意識してますかっていうのは選手に言えないと思いますし、多分選手たちももちろんそこは目指してますけど、そこよりもやっぱり目の前の1試合っていうところで戦っていると思うので、私も応援する側として目の前の1試合に集中していきたいなっていうふうに思います。
宮澤選手じゃないんですけど、はい、宮澤選手がすごい、はい、あの川澄さんのこと憧れて、はい、ピンク色のヘアバンドしたりして、はい、そういったこうちっちゃい子供が、はい、もう川澄選手のこと憧れてると思うんですけど、はい、新潟の子供たちにこう夢を与える意味ではどうやって活躍したいとかありますか？はい、そうですね、宮澤選手は今20歳前半ぐらいですかね。私たち23、若い、1個しか変わらない、1個違いで、まあ、おそらくワールドカップ優勝を見てる時がちょうどそうですね、小学生とか中学生とかっていう世代の子たちが今ワールドカップで活躍してると思うんですけど、今の小学生たちはちょっともう私のことを知らない子が多いと思うので、またこうして日本に戻ってきて、こうしてねメディアの皆さんにも来ていただいたので、こう川澄っていう選手いるんだよっていうとこをこうインパクト残せるように B リーグでしっかり、頑張りたいなというふうに思います。ありがとうございます。他にご質問がある方お願いいたします。 NSC の近藤と申します。今日こんだけカメラも来てますし、今までなでしこリーグも B リーグを見たことない人も今日夕方のニュースなどで見るかと思いますが、はい、そういった方に、はい、ここを B リーグ女子サッカーを楽しんでもらいたいとか、はい、そういった部分でありますか？まあ、先ほどね、観客数のことなんかもありましたけど、そういうちょっと少ないうちに来といた方が選手ともちょっと交流が深くできるから、今のうちに皆さん来た方がいいですよっていうことはお伝えしたいですし、やはり観客が入っているチームでも女子サッカー選手は試合後なんかにもすごくファンの方と交流するっていうのが一つ良さだと思うので、本当に実際にスタジアムに来ていただいて試合を見ていただきたいなっていうふうに感じています。まだあれだと思いますか、その新潟と新潟市の陸上競技だったり柴田市のその一人のところだったりすると、結構本当に力って、はい、そういったところでこう声をかけてやっていくっていうのはやっぱりいいですか？そうですね、もちろんね、シリークやいじみのであったりとか、もう当然ビッグスワンであったりとかっていうのもすごくいい競技場だなっていうのは自分自身も対戦相手としてプレーした時に思ったんですけど、あとはね、サッカー専用スタジアムがあるとね、もっともっと選手と近くなっていいんじゃないかなっていうのは感じるので、なんかそういったこともなんかこれからね、こう考えていっていただけると、もっともっと WE リーグが皆さんの近い存在になれるんじゃないかなっていうふうに感じます。はい、WE リーグの交流もイベントもいっぱいあると思う、そういった部分もあるんですよ、はい、になってくるんですか？はい、私自身も小さい頃にそういった、当時は L リーグだったんですけど、そういった選手たちと交流した時に何でしょう、本当に嬉しかったですし、あ、こんな風になりたいなって思ったのを今でも覚えているので、やっぱり今の現役のWEリーガーがそういった存在になれるように、地域の方との交流っていうのは深めていきたいなっていうふうに思っているので、よろしくお願いします。クラブの活動楽しみです。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、日本とアメリカの女子リーグの比較についてちょっとお聞きしたいと思います。なんかこうなでしこリーグ、当時はなでしこリーグですが、きっと、アメリカのリーグを比較して、なんか日本のサッカーのいいところを伸ばさなきゃいけないところというのをちょっと教えてください。はい、日本とアメリカの比較ですけど、本当にたくさんあるんですけど、アメリカの場合はプロリーグが2回、破綻してるんですね。で、今の NWSL が2013年から始まって10年以上こう今続いている状態で、当然世界一の国アメリカであってもそうやって失敗を重ねた中でこう今があるなっていうふうには感じています。私が初めてアメリカのリーグにいたのが2014年だったんですけど、その当時はもちろん観客数も多い時は多いですけど、今以上になんかこう注目されているなっていう感じはなかったです。ただやはり年々成長しているな、リーグが成長しているなっていうのは本当にこう中にいる人間として感じていましたし、本当に直近の話で言うと、やはり配信なんかでこうファン、サポーターの方に見ていただく機会っていうのも増えて、そのこう見られてる数っていうのが
こう他の競技と比べてもこうトップに出てるっていうようなアナウンスがあったりとか、また自分自身のチームが昨年は最下位だったんですけど、それでもやはり環境が良くなっていて、まあ、あのアメリカでは天然芝で練習をしたりとか、まあ、今年に入ってからはこうチームが契約してくれたこうサウナであったりとか、こう酸素カプセルがこうフリーで使える状態でになったりとか、まあ、あのみんなでミーティングができるようなコンテナが完成したりとか、なんかこう目に見えてどんどん環境が良くなっていて、そこにかけるスタッフの数っていうのも増えていて、まあ、当然それにはお金もかかることっていうのは分かるんですけど、あのこう年々女子サッカーをこう成長させていこうっていうことを実際にしっかりと動いてこう形にしているなっていうふうには感じます。ウィリーグは今始まって今年こう3年目に入りますけど、当然まだまだやらなければいけないことっていうのはたくさんあると思いますし、ただそうやってこう他の国で何か成功していることっていうのを真似しながらでもこうやっていくっていうのは必要なことかなっていうふうに感じますし、もっともっと認知してもらうために何が必要かであったりとか、こうスタッフをどうかけていくかっていうところもいろいろ考えてはいかなければいけないとは思うんですけど、それはあの絶対に日本のサッカーはできることだと思いますし、選手たちもこう当然当事者意識というか、自分たちがそれをしっかりと先頭に立ってやっていくっていう責任を持って、Wリーグのピッチに立っていると思うので、まあ、私もその一員として日本のこのWリーグにいるからには当然課題は多いとは思うんですけど、その課題に向き合ってやっていきたいなっていうふうには感じています。まあ、ただ本当にね、日本はその人口比率からしても各国からと見ても、まあ、当然ヨーロッパでは最近ね何万人っていう単位で観客入るっていうデータもあるんですけど、まあ裏を返して言うと、やはりそのビッグマッチでそういった数字は出ますけど、平均っていうところで見ると Wリーグは決して少ない数字ではないので、まあ、そういったところはあまりこう悲観しすぎずに、じゃあそこをどう伸ばしていくかっていうところも考えていけたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。とにかくあの Wリーグの選手たちはみんなピッチでは熱く戦いますけど、あのピッチの外に出たらやはりファンサポーターの皆さんと交流をして、あのそういったある意味アットホームな感じでこう地域であったりとか、ファンサポーターの皆さんと関われるっていうところは一つすごい良さだと思うので、そういったところはもっともっと押し出していけたらいいんじゃないかなっていうふうに、まあ、アメリカから見ていてずっと思っていますし、これからそういったことを自分自身も表現できたらいいなっていうふうに思います。長くなりましたが以上です。はい、まあ決勝トーナメントというのはやはり予選リーグとはまた少し違った戦い方が必要になってくると思いますし、負けたら終わりなので、そこは選手、まあ、もちろんスタッフも含めてしっかりと準備をしてくるところじゃないかなっていうふうには思います。まあ、予選リーグと一番違うところはやはり延長戦 PK 戦まであるっていうところなので、それを踏まえての采配っていうのにも注目したいなというふうに思いますし、まあ間の過ごし方っていうのは当然連戦ではあるんですけど、しっかりとあの疲れは取って試合に挑めるような日程ではあると思うので、まあ、あの自分たち中2日でオリンピック予選とかもやったことあるんですけど、まあ、そういった日程ではないので、その辺はきちんと、ね、あのスタッフがコントロールすると思いますし、選手たちは、ね、あのホテルではリラックスしてきっと過ごしていると思うので、まあ、今回はね、美味しいご飯を作ってくれるシェフも帯同しているようなので、あのそういった様子も現地から見えてきますし、試合の時の様子を見てもそうですし、練習の様子を見てもそうですし、まあ、当然オフの場面っていうのも、まあ、自分自身はね SNS を通じて見るこう、ね、ファンと同じような目線でしか見れてないですけど、それでもすごく雰囲気がいいなっていうのは伝わってくるので、その雰囲気の良さっていうのをしっかりと次の試合にもつなげてほしいなっていうふうに感じます。実はもう一つ、なでしこジャパンについて昨日のイベントでワクワクするというような話もあったと思うんですけど、
ごく見ていて雰囲気がいいなっていうのを感じているので、11人ピッチに立っている11人はもちろんなんですけど、ベンチの選手もしっかり戦っているなっていうところ、そこが今のなでしこジャパンの魅力でもあると思うので、また途中から出てきた選手もしっかりと活躍していますし、そういったところを積み重ねていって、そうですね、まあ、本当に一つ一つ勝ち上がってほしいなというふうに思います。あ、上手に書けました。ありがとうございます。はい、新潟にタイトルを、いかがでしょう。ガタっていう感じかけます。はい、色紙がいいかもしれない。ありがとうございます。